首が痛くてそっちの方にじわじわってくるようだったら、これもうねベンチプレス休んだ方がいい。頚椎ヘルニアとかね、頚椎痛めてしまってる。ベンチプレスされる方全員に痛いんだけれども、なんでしないの？HM さん、はい、最近ベンチプレスでブリッジを頑張っているせいか指のしびれがあります。しびれが首と関係しているとは聞いたことがありますが、あとは首もかなり痛みがあります。あー、なるほど。ブリッジした時に首を長くするようにしていますがいい改善策などありますか？HM さん、例えばね、首をこうやって後ろに倒してみて、で例えばしびれる側にこうやって倒した時に首が痛くてそっちの方にじわじわってくるようだったら、これもうねベンチプレス休んだ方がいい。頚椎痛めてしまってる。場合によっちゃ、これで痛めるってなってくると、頚椎ヘルニアとかね、ご年齢によるんだけれども、そうね、現役世代だったら可能性はあるでしょうね。だからそうなってしまったらどう逃がすかではなくて、しっかり治すことを考えましょうね。ちょっと無理しないでね。はい。よいしょ。あとはね、そうしないようにするためにはね、ベンチプレスされる方全員に痛いんだけれども、なんで三頭筋あんなに鍛えてるのにストレッチしないの？ダメだよ。ね。三頭筋は棘下筋と手をつなぎます。で、棘下筋は菱形筋と手をつなぎます。菱形筋は反対側の板状筋っていう筋肉と手をつなぐんですよ。だから左の三頭筋は右の後頭部の筋肉をこうやってつなげてる、伸びていく筋肉なんですよ。ね、でそれが両方とも硬くなったらどうなると思います？首がこうなるんですよ。ね、この状態で無理やりギューってこうやって押し込んで、よいしょって押してるんですよ。後ろ側の筋肉が頚椎全体を圧縮した状態でさらにこうやって丸めようとしたら何が起きますかね？こう引っ張られた状態でこの圧力を受けたまんまこう丸めようとしたら、椎間板に対する圧縮圧迫が起こるわけですよ。そして非常に強いストレッチをかけた状態でプレスが起こると、これ椎間板傷つけないわけがないって思いません？ってなってきたら、ベンチプレスをするなということなのかっていうと、そんなことはないではなくて、三頭筋のストレッチをよくやってほしいってことなんですよ。ね、三頭筋硬くなると肘なんかの痛みにもつながるしね。だから肩関節が痛くなるとか肘が痛くなるの前にこうやってストレッチしてもらいたい。これだけでいいですよ。ね、肘を後ろ頭の方に持ってきたら、肘の頭をね手前に引き寄せてね。こうやって後ろ頭でチュッと押してあげれば三頭筋伸びますから、そのまんま脇を伸ばしてあげれば三頭筋の下の広背筋なんかも伸びてきますよね。ギュッて引き絞って使ったところ軒並み伸びるでしょ。でそれを片側やった後でお辞儀してこうやって首振ってもらいたいんですよ。こちら側の緊張がスッと抜けてるのに気づくはずです。っていう状態で、この後頸部の緊張までが抜けた状態でブリッジを組むんであれば、頚椎にかかる負担って随分小さくなるんですよ。ね、だからここはね、やってもらいたいんでね。なんでか知んないけど、常識を否定するような情報を流すといっぱい見てもらえるもんだから、このストレッチはいけないんだみたいなわけわかんない情報が流れてたっていうのが昔あったんですよね。これはSNS で流れてたっていうよりは、何だったっけな、何かでね見たんだよね。でもウェブ上なんだろうね、だこれは危険なんだみたいな意見をこう、散見して、はてと思いましたよね。誰もがなんとなく昔やってたこういうストレッチ、ね、これが危ないとは何ぞやっていうね。インピンジメントとか起こしてね、鍵盤が傷ついてるっていう人はそもそもこうやっていててってやってたら、それ自体がね NG ってことになるんだけれども、別にそうでない人は故障の予防のためにこういうストレッチっていうのはやっていいですよ。ね、むしろやってって話です。ね、だからマッサージガンを使ってとかってそういうことではなくて、筋膜全体の長さをしっかりキープしておく。ね、そのためにはスタティックストレッチってめちゃめちゃ優秀な方法ですよ。ね、だから筋連結なんかを考えても首の負担をね落とすためにも三頭筋しっかりストレッチしてください。いいですか？あともう一つね、二頭筋のストレッチも大事だよ。ね、例えばね、こんなことやって、よいしょ、あー、伸びるーなんつってやりませんでした、昔。ね、こうやって手引っ掛けて。あれも大事。二頭筋の長さっていうものもものすごく必要です。ね、この二頭筋はね、上部僧帽筋ともつながりを持ってるから、硬くなってくると僧帽筋なんかも硬くなる、上部僧帽筋も硬くなる。で、上部僧帽筋っていうのは首をこういうふうに押し込む筋肉だから、やっぱり頸椎への圧縮っていうのは強くなるよね。だからこの辺りもしっかり伸ばしたい。ベンチプレスでそこを使ってるのかって言ったら使ってますよ。ね、こうやってプレスする時に三頭筋とこうするように二頭筋も使われます。こういう前腕と肩関節をつないでる、上腕は間に挟まってるだけ、こういう構造で一点を止めて二頭筋を働かせると、こう動かないでこうやって肘が伸びてくなんていうような働きを持っちゃったりします。同じような構造っていうのはハムストリングスが持ってますね。骨盤とすねの筋肉、頸骨の方につながってるハムストリングスが四頭筋と一緒に働くと膝が伸びる、ね、これが地面に足ついてないとこういうことになる。四頭筋と一緒に働かなければ、なおのことこうやって膝を曲げるっていう筋肉になるんだけれども、膝が固定されててハムストリングスが働くっていうと、股関節を伸展させる側の働きっていうのが誇張されるんです、ね、この場合で言ったらこう内転させるって言ったらいいかな。腕を内転させるような動きっていうのが、ここの視点に合わせてくると肘の伸展に入れ替わると、ね、でその時にやっぱり使われてる。だからベンチプレス一生懸命やった後は二頭なんかもしっかり伸ばしてねって話です。多分補強でね、アームカールしっかりやってる人なんかよく見るし、ハンマーカールとかやってる人もよく見ますよね。だからそれはもう正解なんです。なんだけれども、鍛えるだけじゃなくてちゃんとケアもしてください。ね、料理人だったらさ、だって包丁研がない料理人いないじゃないですか。ね、みんな一生懸命こう切る練習するの。ね、だけれども刃こぼれしようが何しようが切り続けるっていうか、で終わったらもう軽く拭いて「はいお疲れ」っつってビール飲んじゃうみたいなね。そうじゃなくて、使い終わったら切れ味っていうものをしっかり戻すためにしっかり研ぐんでしょ、ね、だからそういう作業っていうのがケアだと思ってくださいね。いつでも切れ味いい体っていうのを維持するために、こういう使える道具っていうのはね、しっかり使えるケアといったらいいかな、しっかり使っていただきたいですね。はい、HM さん、本当ね、気をつけてね、末梢神経の障害を起こしちゃうと長いですからね、なるだけ初期対応っていうのを間違えないでいただきたいですね。何気にベンチしすぎて3頭も痛いので、今日見れて本当よかった、本当勉強になります、ありがとうございます。いや、ありがとうございますと言っていただけると嬉しいですね。でも本当三頭筋だから、肩とか痛くなり始めてからじゃない、それこそ予防的にね、三頭筋しっかり伸ばしておいてくれたらいいなと思うんですけどね。それに何ていうのかな、筋がタイトになった状態で、パンパンになった状態でさらに収縮させるよりも、リラックスした状態から収縮させた方が出る出力は高いはずですよ、ね、これはもう筋肉の構造を考えればそう。だからね、そこら辺、是非ベンチする前にスタティックストレッチってやっちゃダメって思ってるかもしれないけど、30秒の左右交互に2セットぐらいっていうのはやっていいですよ、ね、でストレッチのこうじわじわっとした感じがちょっと落ち着いたなってところでシャフト振り始めればいいだけですね。何度もここでも言ってるんですけれども、ウェイトリフターの子たち、大学生にこうお願いしてね、スタティックストレッチでスクワットのパフォーマンスが下がるかどうか見たんですよね。これ自覚的なところと、普段扱ってる重量が扱えるかどうかっていうのを見てもらったんですけれども、それこそスクワットの前にこうやって30秒間ストレッチしてもらう、ね、でここにストレッチがかかるぐらいの、強さでやってもらう。体が硬い子はこうだし、柔らかい子はこうっていう状態でやってもらったんですよ。で30秒でちょっと落ち着くまで、じわじわじわっとするっていうのが落ち着くまで、ストレッチしてる筋肉から血が逃げます。で戻してあげたら血が入ります。その時じわじわするわけですけど、それが落ち着いたところで、さあよいしょってやってもらったんですよ。ででそうやってもらって、出力っていうのが低下した、要はいつもよりも重く感じたって子はいなかったです、ね、なんならベストを更新しちゃった子も1人いましたし、だからそれぐらいなのでそんなに気にすることはないですね。それよりも動きが悪い状態で競技動作っていうのをやってしまうことの方がデメリット多いですよね。はい、動かない体の使い方を脳に焼き付けるってことになります。すごくもったいないですよ。それよりも動ける能力っていうのを本来の値まで高めておいて練習した方が、より操作性の高い動きというものを脳は見つけ出してくれるんです。だからね、ちゃんと体を動けるようにストレッチしてくださいね。多分これからスタティックストレッチが流行るんじゃないかな。体でかくしたいですか？でかくなりたかったらリカバリーを工夫しましょう。トレーニングを一生懸命やるんだけれどもケアには無頓着、そんな方多いんじゃないですかね。すごく損してます。トレーニング効果を高める工夫っていうのは鍛え方だけじゃないんですね。むしろ効率よく筋肥大できるかどうかはリカバリーにかかっていると言っても過言ではないんです。では効率よくリカバリーをするには何をすればいいんでしょうかね。しっかり睡眠をとる、しっかり栄養をとる、それも答えとしては正解です。でももっと大事なことがあるんですよ。キーワードは筋膜です。近年の研究によりですね、上手にケアをすることで筋肥大、それからリカバリーの速度っていうのが倍化することが示唆されているんですね。縮んだ筋膜は局所循環を妨げて筋肉の再生というものを大幅に遅らせて、そして細い筋繊維に変えてしまうんですね。7月のコンディショニング塾ではですね、8日市のケアとトレーニング効果を最大化するための筋膜リリースをお伝えします。強くなりたい方はこの機会にですね、ぜひぜひセミナーへご参加ください。トレーニーの皆さん、競技者の皆さん、そしてクライアントを強くしたいトレーナーの皆さん、この機会をお見逃しなく。皆さんのご参加お待ちしております。